ユザ学、ヤイセだけの米軍基地は、かつて米軍が沖縄県南部のヨザ岳やヤイセ岳に構築し、運営していたミサイル基地と弾薬庫を含む4の施設。北側からユザ学航空通信施設、ユザ学サイト、ユザ学陸軍補助施設、そして南部弾薬庫である。1977年に土地が返還された南部弾薬庫を除き、その他は航空自衛隊と 陸上自衛隊に移管された。1945年の沖縄戦当時、沖縄県南部が戦火を逃れてきた住民で溢れる中、5月下旬にかけて日本軍が南下したために、八重瀬岳、湯沢岳には最後の死守戦が引かれ、おびただしい犠牲者を出した。沖縄戦から10年経つか経たないかのうちに、米軍は湯ザ岳や八重瀬岳の周辺を軍用地を強制接収し、 ミサイル基地とそのための通信施設を建設した。受信施設が糸満市のヨザ岳に位置し、また受信所がコチンダ町の八重瀬岳にあった。ユザ学分ン基地航空自衛隊の破棄地与座基地、ヨザ岳分ン基地残りの沖縄に返還された土地は、糸満市側は受援地、コチンダ町側はゴルフ場となっている。ユザ側の接収ヨザ側は、琉球王朝時代に作られたと言われる。 かなりの水量を誇る優先で、大正時代から戦前までは、政党用の水車にも使われていた。この地元の共同体の貴重な水源である、ヨザ川とその周辺の土地を、米軍が基地水源として強制摂取したため、土地と住む家を奪われた住民は、かヨ座の旧、高根政党工場敷地跡あたりに追われ、そこで大きな集落を形成した。土地と住む家だけではなく、 正常な飲み水を奪われた人々は、長い間、残された土地と高地と水の再配分のために、かなりの疲弊を強いられた。水源の回復までおおよそ34年の月日が、かかった。ユザ学分トン基地の JFBS-5 レーダーガメラレーダー、ヨザだけの頂上に、航空自衛隊が建てた巨大レーダーは、その形状からガメラと呼ばれているが、その電磁波の影響の有無が、 地元の住民の不安ともなっている。航空自衛隊南西航空混成団は、電磁波の強度は、国の基準に適合した数値となっており、健康への影響はないとしている。米陸軍第30防空砲兵旅団が、ユザ学第1陸軍補助施設として使用。1961年8月、沖縄で低高度用迎撃用のホークミサイル配備が、始まった。ホーク基地は、 沖縄本島と渡河敷島に8カ所。1972年5月15日、復帰に伴いヨザ竹サイトと解消して今日、陸上自衛隊な覇中トンチ南ヨザ校舎、教育訓練場への遺憾道訓練場には、ホークミサイルと移動式ミサイル誘導レーダー等が装備されている。ミサイル発射訓練場がないため、年1回中大規模で渡米し、 ニューメキシコ州マックグレゴア射撃場でミサイルの実射訓練を行っている。沖縄に配備されたナイキミサイル。アメリカ公文書館1967年6月。1955年、米軍が八重瀬だけの土地摂収のための測量実施をコチンダ村に通達。住民は摂収に抵抗した。1957年6月、米軍によって強制摂収された。 米陸軍第30防空砲兵旅団がヨザ岳第二陸軍補助施設として使用。1959年、各、比較療養の高高度用迎撃ミサイルの内機、ハーキュリーズが、米国内基地と同時期に沖縄に配備され始める。アタイザは第7斎藤になっていた。1969年頃、アメリカのニクソン大統領によるニクソンドクトリンで、 米軍基地の再編統合が行われ、施設は事実上有給化していた。陸上自衛隊那覇中トンチヨザブントンチマイ陸軍が、核兵器も含め南部基地の弾薬庫として設立。1958年2月、米陸軍において使用開始される。1970年頃、内機の撤去に伴い、陸軍及び海軍の通常を弾薬庫として使用される。 1972年5月15日、南部弾薬庫として提供開始。1973年12月頃、陸軍が引き上げ、海軍の弾薬庫として使用。1977年3月31日、土地の返還。このままじゃ死ぬ避難した墓が、落盤暗闇の中必死に掘り出し出両親と祖父母は、銃撃指定と個人へ戦意を生きて、暮らしの記録。 沖縄タイムスプラス。2021年1月29日閲覧。沖縄県、米軍基地環境カルテ、ヨ座ザ岳航空通信施設平成29年3月。ABC 沖縄県、第四節自衛隊の施設別状況。鳥越明の、沖縄の潜水施設の変遷と村の戦略。沖縄県糸満市ヨ座、ザ、ガーの戦い、琉球新報、電磁波。 不安7割空時、ヨ座竹新型レーダー2013年3月14日10時28分、沖縄県、米軍基地環境カルテ、ヨ座竹サイト平成29年3月沖縄県、米軍基地環境カルテ、ヨ座竹陸軍補助施設、平成29年3月沖縄県、米軍基地環境カルテ南部弾薬庫、平成29年3月。ありがとうございます。